ビリーブ・レムナーは、スコットランド出身のミュージシャン、ロックギタリスト、作曲家。ロックパイルやプリテンダーズでの活動が有名。ルルのバックバンドも務めた、ザ・ラバーズに参加したことで業界に名を知られるようになり、1966年にパール・オフォンからリリースされたルルのシングル、ハウス・オン・ザ・ヒルのレコーディングにも参加した。1971年には、 コリンヘアのファーストソロアルバムにギタリストとして参加。その後、TV シリーズ、ラトランドウィークエンドテレビジョンのサウンドトラックを制作中のニール・イネスのバンドファーストに加入した。1976年には、ニック・ロー、デイブ・エドモンズ、テリー・ウィリアムズと共にロックパイルを結成。バンド名義のアルバムは一枚のみだが、 ロー、エドモンズ名義のアルバムも実質上バンドでレコーディングしたほか、ミッキー・ジャップやカーリーン、カーターのレコーディングにもバンドとして参加した。ギターのみならず時折、リードボーカルも担当し、1980年にリリースした唯一のロックパイル名義のアルバム、セカンズ・オブ・プレジャーでも、ハート、ユー・エント・ナッシング・バット・ファインの2曲を歌った。エドモンズのヒット曲、 トラブルボーイズを書いた際には、同郷で、同性同名の有名なサッカー選手と、間違われないよう、ビリー・マーレーなる編名を使用した。1981年のロックパイル解散後、スティッフレコードから2枚のソロシングルを発表。この年、日本のポップシンガー澤田健二の16枚目のアルバム、STRIPPER、e、のレコーディングにも参加している。 翌1982年、オリジナルメンバー2人を失ったプリテンダーズに、スケットとして雇われ、シングル、バックオンザ・チェーン・キャングのレコーディングに参加。シングルは、ビルボードホット100の5位まで上昇、ビルボードホットメインストリームロックチャートの4位、UK シングルチャートでも17位と、大ヒットした。1984年には、ラーニングとクロールにも一部参加した。 同じく1984年、ザレコーズのウィルバーチとの共作や、エルビス・コステロのカバーなどを含む、初のソロアルバム、バッシュ、をリリース。ベースにファストバックのデイブ・カーク・レメンソン、ドラムスにロックパイル時代の同僚テリー・ウィリアムズを、廃止、ブレムナーが、すべてのギターパートを一人で担当した。1990年には、メンバーが、 プリッシーハインド一人だけになってしまったプリテンダーズを再度ヘルプし、アルバム、パックと、のレコーディングに参加した。パット、マクラフリンとのコラボレートによるロサンゼルス、ナッシュビルでの活動の後、1990年代にスウェーデンに拠点を移し、当地のバンド、リフレッシュメンツのアルバムイッツ・旅ッタ・ビー・イ・ボース・ロック、エヌ・ロールで、プロデュースとギターを担当。2枚目のソロアルバム、 Good Weeks ー,ーク、3三枚目のノーイフスバッツメイビーズはいずれもスウェーデン録音である。ありがとうございます。